店内には市内の中学、高校の制服を中心に、ランドセルや上履きなど、あらゆる学校用品が安価で販売されています。中学校に進学するにあたって、制服やあのいろんな学用品を揃えると、まあ、結構な金額になったっていうことと、代表の戸谷博恵さん。 豊さんによると、原材料の高騰で制服の価格も年々上がっているといいます。こうした中、家計の応援や SDGs を目的に、去年4月から学校用品の買取・販売を始めました。必要な方にバトンタッチしてもらえるんだったらすごくあの嬉しいです。もうすぐ卒業なのに。 急に身長が伸びて切られなくくなったったいいう方もよくいらっしゃって。一方制服のリユース販売をめぐっては本来の利用目的以外で悪用されるケースがあり売る側が躊躇するといったことがありましたこうしたことを防ぐため戸谷さんがとった行動はご案内自体を、 各学校から保護者さんの手に渡るようにしていただくことによって、お子さんがいる保護者さんの手にしか届かない市内の小中高およそ70校へ案内チラシを配布、保護者の手に直接渡るようお願いして回ったのです。 ここの中学校とここの中学校似てるようで違うんです。<laughs> 松江西高さんの,あのブレザーとこれは夏のポロシャツですかね。うん、中学校、高校とボタンを変えればあの共通の学校が多いですので一番数的には学生服、学生部門が揃ってます。ウサヤでは状態にによっててて段階に分類していて 使用感の少ない A ランクは定価の半額程度で販売していますさらに名前の刺繍が入っている場合は刺繍を私が取りまして希望があれば刺繍もあの刺繍屋さんに頼んでその他、裾上げや竹爪など別途料金はかかりますが定価を考えるとやはりお得 さらに、今の卒業シーズンは、買い取りでも家計を応援したいとしています。しっかりその状態に合わせて、査定を行うことによって、買い取り金額っていうところで、家計の応援になるかと思ってますので。ただ、新品が欲しいというのも子ども心、節約できるところとそうでないところ、よく親子で話し合って決めたいものです。